初期に印刷された古典的なトゥーズの例。セビリアのイシドルス語源の第14章の最初のページより、3大陸がそれぞれノアの3人の息子、セム、アイルファス、カームの領域とされている。ヘレフォード図1300年頃、ヘレフォード大聖堂、イングランド。エルサレムを中央に配置し、東を上にしてヨーロッパを左下に、 アフリカを右下に配置した古典的なトゥーズである。トゥーズあるいは、オーティーズは、西洋中世に用いられた、世界地図である。8世紀のスペインの修道士ジエバナのベアトゥスが、作成したとされる初期の代表的なトゥーズベアトゥスの、世界地図にちなんで、トゥーズ全体を、ベアトゥスズと呼ぶこともある。ベアトゥスの世界地図は、目視録に対する彼の12巻の注釈書の冒頭に、 登場する。トゥーズは、経験的世界を表す地図で、7世紀の学者セビリアの、イシドルスが、著書、語源に描いたものが書室である。ラテン語、オルビスエー、ロツンジタテセルキアライディクトス、キアシークトロタエ、ディクウェイエニムオシャネスセルカンフリューインズエイスインシクロ、アンビットフィネス、ディバイズェウトムトライフェリー、イー、クイバスウーナパースアジア、アルテラヨーロッパ、 ターシアアフリカ南キアポッター。日本語、人が住んでいるしっかりした陸地の塊は、円の丸さになずらいて丸いと言われるが、それは車輪に似ているからである。このため、陸地の周囲を流れる太陽は円形に区切られており、また陸地は三つ二の部分に分かれていて一つがアジア、もう一つがヨーロッパ、残る一つがアフリカと呼ばれている。イシドルスが語源中で、 地球は丸いと教えていることに関して彼の意味するところは曖昧だが彼は円盤上の地球に言及したと考える著述家もいる。しかしイシドルスは他の著作では自身が地球は休憩だと考えていることを明らかにしている。実際のところ少なくともアリストテレス以降の西洋の教養人の間では一般に地球球体説が事実だとみなされていた。 トゥーズは、球場の地球の上半分だけを表している。これは暗黙に、地球の北側の温帯の人が住んでいる地域を描く、ための簡易な投影法としてなされたものと考えられる。南側の温帯には、到達不可能で人が住んでいないと考えられたため、世界地図に、それらの地域を描く必要はなかった。赤道灼熱帯を越えて、地球の逆側の未知の陸地に到達することは、 不可能だと信じられていた。こういった南側の想像上の陸地は対処地と呼ばれていた。t とは大陸をアジアヨーロッパアフリカの3つに分ける地中海。ナイル川、そしてドン川で王とはその周囲を取り巻く太陽である。エルサレムは通常地図の中央に配置される。アジアは外して他の2つの大陸を合わせた大きさである。太陽が東から昇るため、 楽園は一般的にはアジアにあるものとして描かれ、またアジアは地図の髪型に位置づけられる。中世の世界地図の理想的な再現図、アジアが右に配置されている。現代の地図作成法による、トゥーズこの質的で抽象的な中世の地図、作成法はシンプルな表現に付け加えて、非常に詳細な地図を作ることもできる。初期の地図にはほとんど都市が描かれず、 最も重要な川のみが記載された。聖地の4つの聖なる川は必ず記載された。旅行者にとってより便利な道具は、2つの地点の間の町の名前を順番に並べた旅行案内書や沿岸の目印や港を順番に並べたペリプルスであった。より後の時代の地図は同じ構想に沿っていても、西方と同じほど東方の都市や川、その他のものを記載しているが、 これは十字軍の際に知られたものであった。新しい地理的な事物だけでなく、装飾的なイラストも加えられた。最も重要な都市はその都市名と共に他と区別できる要塞や等で表され、空いたスペースには神秘的な生物が描き込まれた。ありがとうございます。